背中を押してもらえるような映像になってると思うので、少しでも多くの方に見ていただいて、私とその清原君はこう駅伝を見て、なんだろう、なんかやるぞみたいな気持ちにさせてくれたっていう、まあ内容なんですけど、そのシーンを見てさらにでも皆さんもきっとそういう気持ちにを伝染させられるじゃないかなと思うので、ぜひ見ていただきたいです。振り払われる時、いやでも本当にそんなやりたくないですけどね本当はすごい、でもずっとなんか優しめなんですよ。そんなに強く振り払われてはなくて、何度かやってて、一番最後に多分ちょっと強くやってほしい、強めにお願いしますって監督さんが言って、それでもちょっと優しめでしたなんかでも振り払われた後の目がすごく冷たくて、なんか本当に冷たい目をすごく上手にできる方だなと思って僕あれですね、あの一番最初に撮ったですけど、あの映像的には結構最後の方なんですけど、あの久しぶりの再会というか、うんうん、駅伝に誘われて、うん、見てて途中から来るみたいな、なんかすごい風が吹きましたね陸上選手の中に混じって走るっていう、結構な全速力で走って、それでもちょっと遅いって言われて、あ、大変、もっと早くみたいな、そうそうそう、長距離の人たちなんですよね多分、めちゃめちゃ速かったっす、びっくりしたっす、大変でしたあれ。やっぱ毎年大きな話題になるから、そういうの見てて本当に尊敬しません？します。なんか辛そうな表情とかがめっちゃグッとくるというか、なんかあの助けをつなげられなかった時とかも結構心に来ちゃうというか、なんか画面越しでねこう見てる身ですけど、こっちもすごく感情を動かされるので。僕でも実家がコース近いんで、じゃあ結構小さい頃から見に行ってたっすね。あ、生でこう、生で見てました。どんな感じなんですか？いや本当に早すぎて一瞬なんですけど、選手が通るのとかは。でもなんかあの旗持って、うん、なんか正月から家族で出かけるっていうのはなんかいいイベントだったんです。いいですね。なんかまたちょっと違うかもしれないんですけど、私結構昔すごい自分のことが嫌いみたいなことをよく言ったりしてて、まあネガティブだったんですけど、でそれで応援してくれてる人とかはそういうの見て、そういうことを言わないでみたいな、そういうふうに私が自分自身を否定しちゃうと、それを応援してる僕たちも否定されてるような気分になっちゃうみたいな風にな言葉、まあコメントかな、携帯で読んで、なんかはってなって確かにそうだなと思って、こうせっかく応援してくれてる方がいるのに自分のことは嫌だとかあんまり言うべきじゃないなっていうのは、なんか結構昔なんですけど未だに覚えてます。でも本当にあの演技をやりますってなって、一番最初に入った映像の仕事で、あのエキストラぐらいの感じで入ったんですよ。あのセリフもほとんどないし、てかないし、うん、っていうので入って、あの中心でやってる俳優の方々を見て、楽しそうだなとも思ったし、すっごい悔しかったんですよ。だから早くあそこに行きたいなって思ったんで、あの時にあの中心でやってた俳優さんたちとかは、まあ、何も言葉はもらってないですけど、なんか背中で見せてもらったみたいな感じはしますね、うん、僕でも結構なんかこういう質問ある時には言ってることがあって、全然やってないのがあるんですけど料理ですね。あー、私も言ったことあります。どの汎用料理っていうんですか、僕結構鍋とかは自分でやるんですけど、 あれも料理に入れていいのかっていう、私的にいいと思いますけど。じゃあやってるのか。でもね、そうじゃないみたいな言ってくる言う人もいますよね。そうっすよね、鍋は違うみたいな。だいぶ自分で切って入れてるんですよ
でもカレーを一から作りたいですね。うーん、鍋しか作ったことないのに。ダイビングを、3回だけやったことがあるんですけど、全部体験で行ってて、でそれがすごい楽しいので、ぜひ ライセンスっていうんですかね、を取得できたらなとは思ってます。もう本当にたくさんの方が、ね、テレビやあと実際に見に来て応援しに行くと思うので、そこから選手の方もたくさん力をもらえると思うので、すごく応援しています。ベストを尽くして頑張ってください。毎年本当に見てるんで応援してますし、毎年なんか違った物語というか、そういうのが生まれるものだと思うので、スポーツって、だからそれも楽しみにしてますし、頑張ってください。としか